い、皆さんこんにちは。今日の献血なんてどうは、今回も新幹線でちょっとだけ遠征してきました。宇都宮市に来ています。今日は駅前からのスタートではなくて、もうすでに後ろに献血ルームの前まで来ていますけれど、 JR 宇都宮駅からはどうでしょうね、ゆっくり歩いて10分から15分くらいという感じでしょうか。ちなみに JR 宇都宮駅はこの宇都宮大通りの突き当たりになりますね。宇都宮といえば餃子ということで、餃子マニアの私としてはもうすでにたっぷり3軒はしごしてから今献血にやってまいりました。というわけでもうすでにルームの前まで来ていますけれど、早速行ってみたいと思います。3回目、無事終了しました。はい、ということで無事献血が終わりました。
宇都宮のルームいかがだったでしょうか。まあ、とにかくあの待合室の窓が大きくて開放感があるということですね。そして採血室も整然としていてかなり清潔感を感じるというふうに思います。飲み物やあとセブンティーンズアイスもありますし、それからまあ駅からもそんなに遠くないというのもポイントだと思います。ぜひ皆さんも宇都宮餃子ツアーの時に献血なんてどう？